それではワイヤークラフトを始めようと思っている方にどんな道具があれば作品が作れるのかを紹介していきます。これだけあれば大体の作品が作れます。まずはじめにラジオペンチです。これはワイヤーを曲げたりするときに使用します。刃先が平らなものを使います。ギザギザだとワイヤーに傷がついてしまいます。次にニッパーです。ワイヤーを切るときに使います。これを使えば綺麗に切ることができます。はい、次にアルミワイヤーです。こちらは手芸店やホームセンターで購入ができます。私が使用しているのは太さが 2.5 ミリ、2ミリ、1.6 ミリのものの3種類ぐらいあればある程度の作品が作れます。はい、ではこちらが 2.5 ミリの太さです。こちらはアートスティックワイヤーの手芸店で購入をしました。しっかりしているので枠を作る時などに使用します。太さが3ミリのワイヤーだと硬くて手が痛くなってしまうので、私は 2.5 ミリを使用しています。次にこちらが2ミリの太さです。2.5 ミリよりは少し柔らかい印象になります。続いて 1.5 ミリです。こちらは連結させたり細かいパーツを作るときに使用します。紹介しているのは茶色ですが、私が持っているのは茶色とシルバーが思っています。次に円状のものです。丸みをつけたりカーブをさせるときに使用します。身近にあるもので代用ができます。綺麗なカーブを作ることができるので、いろいろサイズを揃えておくと便利です。まずこれだけを用意してほしいものでした。ラジオペンチ、ニッパー、アルミワイヤー、2.5 ミリ、2ミリ、1.6 ミリ、円状のもの、はい、それでは私が作った作品の一部をご紹介します。はい、まずこちらがウェルカムボードです。これは 2.5 ミリの太さで作成をしました。はい、次にこちらが、アーチ状のものです。これは、鉢に刺して使用していただくものです。はい、こんな感じです。いかがでしょうか。はい、よろしければグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。